どうも、キスケです。本日は、何やらね、今の環境ベジットブルーがクソ刺さってるらしいんですよ。なんでなんかなと思って。なんでなんすかなんでなんでしょうかね。ちょっとその辺がよく分かってないんですけど、まあ、合体戦士に対するよだめはアップするけど、まあ、やっぱ打撃アーツからのコンボが強いのかなっていう気はしてます。まあ、なので戦っていこうと思うんですが、相手なかなかのパーティーですね。こういう感じでいきましょうか。お願いします。なあ、生放送とかで聞いても今ベジットブルーは熱いみたいな、うん、1年越しにまたさらに盛り返してきたみたいなコメントをよく聞くんで、楽しみですよね。よし、ナイス。ティーン。あー、神合いか。はい、見てるで。あ、マジか。キャラチェンしないのか。どうしようかな。はい、玉吐き。いやー、あー違う、キャンセルしたかった。いやー、むずい。合わせて、はい、やるね。いや、どうしたもんかなこれ。いやー、それはきつい。あらき、じゃあコンボつなげていくか。立ち回りがゴミすぎる。これはライジングラッシュ打てないっすね。究極アーツでもいいけどな。打っちゃおう。はい、まあ一応こっちの未来ご飯も不死身キャラなんで、その辺大事にしてちょっと試合時間伸ばしていくか。強え、それしかなさそう。オッケー。いやー、むずいな、どうしようか。はい、いや、打撃キャンセル買っていきたかったけど、まあしょうがない。ライジンか。なるほど、もう不死身を無視して殴っていく感じか。ナイス。あれ、よし。一瞬焦ったぞ。まあこれはラッキーやね。いやー、どうしたもんかね。ちょっと攻めれないっすね。攻めれない。まあこれは回避できる。速圧、よーし、ナイス速圧。これは美味しい。包帯禁止必殺、強えな。あー、ナイス、よう見た。はい、通常で落ちるでしょう。ナイス。さあラスト、お前で試してやる。オーケー、勝ちですね。よかったよかった。もっと強くならなければ。さあ、マッチングしました。未来パーティー対戦。ん？未来パーティー。やっていきましょう。お願いします。せやな。
ちょっと初手ベジットブルーから行く？悩むけど。ああ、そんなことせんでいっか。これでいっか。お願いします。ベジットブルー強くね？コンボも取れるし、火力も高いし、悪くないと思うんやけど。なんだこれ、悟空の偽物集団は。なんだこれ。全員悟空の偽物。ターレス出てくんのか。びっくりですね。オッケー。まあこれドラゴンボール集めよう。オッケー。いいよ。おい、しっかり合わせて、これで極出血の、時間、不要時間をしっかりと伸ばして、でこうよ。なかなか厄介だろこれ。ドラゴンボールがすげえ来るんだが。はい、いや打撃圧でいこう。はい、悪くないね。ベジットブルー強いやん。うわマジかよ。てかまあ弱いと思ったことはないけどね、正直。ああ、うまいなそれ。なるほど、はい。あー、通常出ないか。じゃあしゃあないな。通常出ないならしゃあないな。射撃圧多いよ。うん、さよなら。うまいねそれ、うまい。ただターレスはよだめ上がらなくなったぞ。いやこれはいいわ、しょうがない、しょうがなくはないか。回避遅らせることができればワンチャンあったかな。あれー、シェイシェイ、ナイス。極出血、極出血だ。HP1、 あざした。サイヤ人の肉体こそ神の恵みの究極。さあマッチングしました。劇場版パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。両サイドのブロリーの圧がすげえな。どないしようか。まあでもこういう形が一番まん丸かな。はい、ベジットブルー出すならね。オッケー、オッケー、オッケー。緑出ないか。助かるね。あれか、両サイドのブロリーで Z アビリティ、全開アビリティ乗っけてますよっていう感じやね。いやーラッキーやな。オッケー。はい、交代禁止必殺。あー回避しないか。やるね、やるね。ふーん、エッチじゃん。オッケー、これは稼ぐか。ドラゴンボール射撃アーツも織り交ぜちゃう。オッケー、いいね。はい、速圧入っていく。ナイス。さあ皮剥がしたぞ。こっからこっから、ちょっと中距離でちょろちょろするか。バニシングないから、ワンチャン回復できればありがたい。そんなことはしないでくれよ。オッケー、
バリシン回復。うわあ、マジか。そのさ、それなんなの。その目の前に来て微動だにしないのなんなの、マジで。どういうこと。ナイス。まあでもこれは、ああ出てこない。じゃあライジング、あのタイミングは出てくると思ったわ。よし、ベジットブルー強いぞマジで。環境に食い込んでる感がすごい。 OK、 最速。はい、あーうめー、うめー。帰って飯にしようぜ。あざした。そんな技が通用するとでも思ったのか。さあマッチングしました。未来パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。初手どうしよっか。ベジットブルーでいくか。まあこれでいこうかな。はい。いやートランクス怖え。トランクス怖いな。多分トランクス、パーフェクトセル、不死身ご飯とかなのかな。その辺がわからんな。ただ今の未来パーティーはトランクスじゃないよと、ベジットブルーなんだよと、そういうのをちょっと教えたいですね。出てこないですね。あざす。出てこないか。さて、アリオス。はい、自分から攻めたくない欲がやべえなこいつ。うぜえこういう立ち回り。はい、あざーす。何がしたいんだ君は。自分から攻める楽しみを君は知った方がいいんじゃないかな。ライジング、まあでも実際 PVP って間違が強いんで。間違ってはない、間違ってはないんだよな。いかにその街を崩すかなんですよね。それが大変なんだよな。はい、ナイス。 OK、 じゃあこれベジットブルーでちょっと殴っていこう。あ、違うな、これもう究極圧で落とそう。慈悲も容赦も持ち合わせておらぬ。フラッシュ、アリオース。はいはい、ナイス。これは勝ちでしょう。いやーこれレジェンダリーフィニッシュか。長いから嫌なんだよな。あーオッケー、こっちでいいわ。じゃあな、対戦ありがとうございました。肉体こそ神の恵みの究極。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はベジットブルー使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあほんまなんか1年越しのまた再び熱がね沸き起こってきたというか、うん、まあ今の環境に刺さるということで、まあ、未来パーティーとか、合体戦士使ってる人とかはわりかしベジットブルーありなんじゃないかなって思いますね。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。生放送ミルダムの方でやってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。